今日の閣議で、幹部人事が閣議で了承されました。文部科学省の幹部人事について資料をお配りをしているということで、主要な部分だけ私の方からご報告をさせていただきます。今回は政権交代後初めての夏の定期人事でございます。人事のプロセスについてはまさに能力主義実績主義を第一として各大臣の責任において検討するという総理の指示がございます。これに基づいて文部科学省においても政務三役会議の場において副大臣政務官の意見も聞きながら慎重に検討を重ね、最終的には私の判断で決定をさせていただきました。具体的な人事については適材適所の観点から文化庁長官については近藤誠一在デンマーク大使を起用いたしました。また関連して府省間交流の推進の観点から新たに外務省広報文化交流部長に文部科学省職員を出向させることにいたしました。また省庁統合、いわゆる文部省と科学技術省省庁統合以来固定化しておりました局長ポスト、このポストは旧文部省、このポストは旧科学技術省というポストの入れ替えを初めて行いました。具体的には科学技術学術政策局長と研究振興局長のポストについて旧文系と旧科学系の入れ替えを行いました。その他ここの人の知識経験が生かせるように適材適所でさせていただいたというふうに思っております。私の方からは この一件だけでございます。以上です。では幹事から、平成23年度概算要求基準について閣議と閣僚間でどのような議論がなされたのかというところと、あと1割削減で厳しい状況の中で文科省の施策というものをどのように実現するのか改めて聞かせてください。はい、今日の閣議はその議題はございません。閣僚間で今時点で、いわゆる官邸といいますか、関係閣僚が議論をしている概算要求基準の骨子案というものがその場限りで配布されます。自由な意見交換を行いました。流れで言いますと、それをの意見を踏まえて、改めて今日関係閣僚委員会を開いてその場で最終案をまとめるということで、その今日出た意見を付して閣僚間としてはそういう流れを了解いたしました。そしてその体制が整った状況の中で、臨時閣議を開いて閣議決定をするということが今日は確認をされます。合わせてそれまでのしかるべき過程の中で国民新党さんとも民主党成長レベル、そして、いわゆる党レベルでの協議をするということも合わせて確認をされました。中身においてはまだだからそういう意味で確定をしておりませんので、今日はああいう話があったこういう話があったというのを申し上げる段階ではない、閣僚間の自由討議の場でありますので申し上げることはありませんが、いずれにせよ前から申し上げている非常に厳しい財政状況の中で70兆円というのはすでに決めてありますので、マニフェスト項目、経済成長戦略項目、そして、人材教育等々ということのようでありますので、そういう方向の下で、最終的に決まった段階でまた皆さんのお問いにはお答えしたいというふうに思います。それでは各社さんどうぞ。その閣僚の中で示された原案、いろいろお話があったかと思うんですが、その各省一律一割に政策費削減のお話も出たんじゃないかと思われるんですけども、大臣がその各省一律一割削減というものが盛り込まれ、原案に盛り込まれたということに関してどういうふうに思いますか。最終的に決まってからコメント申し上げますので、
そういうもの、そういう考えで、まあ、1割というふうに明記してあるわけではございません。はい、各省庁ごと個別に、要求額を内示するという概算要求額と特別要求額というものが示されるというふうに今考えておられるということまで承知しておりますが、最終決定、そして数字もまだでありますので、そのことを踏まえてのコメントは先ほど申し上げたように正式に決まった時点で申し上げております。まあ報道的には言われてますが、相当、まあ、全体的なそういう状況でやりたいということを考えておられることは事実としてあることは一つの事実であるという、それに基づくというときに相当な知恵と覚悟をしないと、我々が責任を持って文部科学行政をやるときの予算が組めなくなるということで、これはやはり非常に厳しい状況にあるけれども、なんとか理解と求めるとともに知恵を出して予算編成をやらなければいけないんだとは思っています。ここ具体の話はちょっと今の段階でまとめましょう。大臣、人事の関係なんですけれども、はい、ご退任される坂田次官なんですが、はい、その後のご退任後ですね、ご就職先のようなものが変わっているんでしょうか。国に入ってきました。私辞任の、まあ、ことを了承するというときにお話をしましたが、その時点においては一切決まっていないということを本人から伺っております。ある程度その文化庁長官玉井さんですとか、国際統括官の人さんの同意でしょうか。はい、はい、では続行の方の理事とかに手を挙げられているかというのがっていうか、それぞれ公募は公募の人事は当然また別途あると思うんですけども、その自覚自覚というか、今公募してるのはありませんから、何もないじゃないでしょうか。はい、環境大使の岡田主任なんですけれども、はい、先週の会見でお名前については言えないという中で、しかし部下の長官については資質やその能力において、はい、非常に適任と思われる方を選んだとおっしゃっています。具体的にその近藤大使のどのような点がその責任であるというふうにお考えなのか、はい、はい、ご案内だと思いますが、18年にユネスコの日本政府代表部の特命全権大使を務めておられます。これはまさに文化の外交の一番の責任者であります。外交の立場であるけど文化の専門として日本国を代表する立場です。同時に、皆さんもご記憶あるかもしれませんが、石見銀山遺跡が世界遺産に登録されたということの、まあ、時のいわゆる世の中的な認知と効果から見ると、若干か程度はそれぞれ受け止め方が違うんです。よく通ったなというふうにお感じになった方は国民的にも多かったのではないかというふうに思いますが、やはりこの部分で、非常に活躍をされですね、責任者として、まあ、この外交の責任者としてユネスコの大使として頑張られたという部分での、そういう文化的な見識と同時に、外交的手腕というのも非常に発揮されたというふうに私は評価をしておりました。同時に、にも、まあ、今そういう外務省の大使あるいは外務官僚というお立場ではなくてですね、私も2冊ほど本をいただきましたが、昔、国際文化学日本国際文化学会情報メディア学会で、まあ、講演を何度もしておられたり、文化外交の最前線を見て等々の、まあ、著作とかいう分で、いわゆるソフトパワーとパブリックディプロマシーの分野を中心にして、いわゆる外交官であるという部分の、まあ、キャリアを生かしながら文化的な行動がどうあるべきかということを非常に発信し研究してこられたという方であるということも承知しております。そういう意味で、と同時に、まあ、今大使を現にやっておられるということを、今までの外務省の職員としてのキャリアから言うと、いわゆる、ガバナンス能力というんですか、
そういう組織運営力においても十二分な実績になるというふうに思っておりますので、まあ、かねてからそういう世界の中で、発信しながら文化に造形深くリーダーシップを発揮できる人という時に、いろいろ、まあ、探しているというのは思い出しますけど、適任者を、探している時に、大学院だという評価になったという経過です。これやはり文部科学省の官僚の方が文化省の人事の中で文化庁職員に来た場合にはそのような能力を見るとやはりちょっとできないんじゃないか、本当でもやはりそこはまだというところになります。それぞれ の得意分野ももちろんありますし、こちらによって足が悪いという意味ではありません。ただやはり、文部科学行政の中でずっと、まあ、そういうことを、まあ、もちろん今のところ出向したりしながらですね、研鑽を積んでこられた人も優秀な人はたくさんおられますが、そういうふうに、まあ、今回の近藤さんは、まあ、そういう中だけでは得られない、まあ、力量を経験をお持ちである方がおられたということで選ばせていただいたということで、逆に言うと文科省の中でですね、文化庁長官というのは本来文化行政に詳しい人でなければいけないのですから、いわゆる教育行政の中の人事部の機関連の人もやってきたという、そこの問題点というのはどういうのか。まあ、その分で要するに役所の、まあ、いわゆる統治機能といいますかという分にはもう熟知しておられることは間違いないんですが、だから先ほど申しましたように、そう非常に得意な分野というのが、まあ、いろいろあるということだというふうに思います。もう一回だけ、文化人の方が過去に何かことが何かあります、はい、その文化人の起用というのは補欠なさったのか、文化人で、ないという点についてどこで、あるいは文化人の方であることによる河合さんのような実績がある方がいらっしゃいますけれども、そのあたりはどういうのかな。だからそれぞれだから文化人、実際に自分が文化に関わっておられる人という立場もあれば、行政に非常にその文化行政に関わっていたという立場の人もあれば、近藤さんのように国際的なそういう、まあ、キャリアをお持ちの人もという、それぞれですね、一人が全部持てれば一番いいのかもしれません、まあ、それぞれにその時期に応じてやはり今ここを特に強化したいなということに得ての人を起用したという。大臣は大相撲の名古屋市の千秋楽に入りましたが、千秋楽を迎えた上での受け止めとですね、はい、まあ、場所中も報道ベースでいろいろ問題出てきましたが、はい、まあ、独立委員会等に期待することを、はい、どう聞かせてください。まあ、まさに賛否両論開催に対してある中で、開催をしていただきました。そういう中で、土俵に上がった力士の皆さん、それから、まあ、いろいろその役割を持っておられる皆さんがですね、まあ、おそらく初めての経験の非常に厳しい状況の中で場所であったというふうに思います。困難も多かったと思いますが、それぞれの攻めは必死に果たしていただいたというふうに思います。そして特に横綱白鵬に関しては一人横綱になるという本来だけでも非常に、まあ、横綱の重責がある中にこういう状況で視野の視界、視野の返上という、まあ、最高のまさにそれを目指してお相撲さんはみんなやってるという部分の信念が辞退するという中で、太鼓の記録を上回る47連勝の連勝記録を継続し、15戦全勝3場所連続という、まあ、前人未到の記録で、優勝したことは賞賛に値するものだというふうに思いますし、それぞれ皆さんがその大変な中で場所を、まあ、無事に終えられたんだというふうに思っています。これは評価をしたいと思います。ただ、その時にも多分お感じになったと思うんですが、やっぱりそこまで非常に厳しい環境に相撲はあるということをそれぞれ胸に刻まれたと思います。同時に場所中もいろんな、出先の場所の建物等々を借りたりするのに、まあ、反社会的な勢力との関係があるのではないか等々の報道が相次ぎます。個別にはそれぞれに、調査委員会で
詳細に検討しているし、それは対応していただきたいと思いますが、この際ですね、やはりいろいろ世間に批判を浴びる、あるいは浴びかねないことに関しては、徹底的にやはり、まさに海を出すという言葉、それのスタートにもしていただきたいしというふうに思います。そういう意味では、引き続き村山外交がの下でですね、ガバナンス独立委員会含めて再生に向けたご提言をいただくということになっていますが、特にもう2ヶ月経ったら次の場所が始まるというのは非常に短い期間しかありませんので、この間限られた時間ですので、ぜひともスピード感を持ってですね、精力的にご対応いただきたいと思っております。それと同時に当然ながらのこの相撲協会としてのこの場所の総括もしっかりやっていただきたい。すみません、昨日ですね、宗教審が教員配信について提言を大臣に提出しておられます、はいはい、今後の概算要求までも向けてですね、どういうスケジュールで概算要求していくかというスケジュールのこと、それから内容についてですね、一方でクラス改造をしちゃいけない、学級規模を縮小せよと、その他少人数学級を決めるような学級担任を持たない教師もある程度確保するような必要があると、ある意味相反するような内容も含まれていて、優先順位をこれから文部科学省としてつけていかなくちゃいけないという話を思いますけれども、内容について今言えることをどのようにお考えか教えていただけますでしょうか。はい、昨日取りまとめをいただきました。1980年に40人学級というのがスタートしたということで言いますと、30年ぶりにですね、その40人学級を踏み出したご提言をいただいたということでありますが、いわゆるまさに概算要求の時期がいよいよ始まりますが、どういうタイムテーブルで、それぞれ多分40人学級の時もですね、こういうのに取り組もうということを決めて、初年度から多分5年ぐらいかかってるんですね。そういう分ではどういう、今言われたように、教員の配置をどういう仕組みにするのか、それから、少子化の中で生徒減ってきますが、トータルとして、その教員の配置、いろんな仕組みの中でどういうふうに特別支援学級ということもありますから、こういうことの中でというのに関しては相当もう少し進めていかないと絵が描けないんだろうと思う。ただその一方で、概算要求がありますから、できれば概算要求8月末ですので、多分リミット、それまでには一定の少なくとも大ごくりの展望とですね、それから、来年度に向けた対応というのを、可能な限り進めていきたいと思っています。一方で、より厳しい財政の縛りがかかるというものもありますから、はい。予算ですけれども、先ほどのご説明の中であった臨時閣議、今日あったとき、また改めてこういう形で会見をさせていただいているでしょうか。また改めてこういう形で、臨時閣議後の会見はちょっと難しいかもしれません、時間的には、はい。明日ご案内でインターハイが沖縄でありますので、開会式の会に今日夕夜には行っておりますので、これは臨時閣議の後には普通してないです。普通してないですよね。次回までのお楽しみにしていただきます。はい、人事のお話に戻りますけれども、はい、坂田次官が辞められて、清水さんが次官になられるということは、事務次官制度はですね、今後も続けていくというご方針でもあるんでしょうか。内閣としては一応そういうお認めいただいているのがそういうことだと思ってますが、はい、でこれは議論としてとかアイデアとしてね、事務次官をどうするかという議論はあると思うんですけど、で今回に関して言えば、官内閣の下で、それぞれの政務とそれから現場の役人の官僚の皆さんとの
役割分担はあるという位置づけで整理をされてますから、その時のトップとしての事務次官はあるという前提で人事はさせていただいてますし、各省庁みんなそうだと思います。特段事務次官制度を廃するという方向が確認されたわけではないという意味では今のまま思っています。では官僚のトップの交代でもありますので、坂田さんと清水さんのことですかね、一度その官僚の交代を機に会見のような場を開いてですね、我々と質疑の場を設けていただきたいと思うんですけれども、お申し出があったことは今聞かせていただきます。省庁ではですね、幹部人事で、いわゆる公務員ですね、理由をそのままで、民間の方にですね、出向させる、民間の方にですね、出向させるというふうな人事の世代を取られているので、そういう雑誌になっているんですけども、それを預けるわけないから、ちょっと今、言わなかったようですが、私は発表された人事以外でですね、そういうふうな人材職のまま民間の方に、というか交流人事みたいな前からのそういう形は、省庁によってはあると思うんですが、もう他省そんな一部はほとんどないよな。今回については今回はないよね、今回そういうことをしている。あまりって言ったらこれが府省によって民間と非常に交流することっていう関係する部分が民間が非常に多い世界と、文科省で民間というとどこになるのかなというみたいな世界と両方ありますから、今回の人事に関しての分ではそういう対象はございません。よろしいでしょうか。オペラ連盟の業務の忙しが発覚して、大変な6000万円の年間ですが、そっちにはチェックをする側にですね、正直申し上げて、制度上ですね、の中でこういうことが見つけられなかったという部分は、やはり文化庁というか役所側にも一定 の改めるべき点があるというふうに私は認識しています。こういうことが見抜けなかったことは残念なことだと思っています。21年度からは経費を金目ごとに区分した帳簿の提出の義務付け、あるいはこれを参照しながら支払いのチェックというのを厳格に行っているわけですけれども、この問題を起こった当時は、少ない人員で効率的な、運営を行うということで、ある意味、芸術団体から提出される収支計算書の書類、公演の実施状況を確認した上で支払っておく、特別不審な点がなければその伝票類を出しなさいというチェックを、必ずしも一つ一つ領収でチェックしていたことがなかったわけですので、それまでの仕組みではそういうチェックをしていなかったという体制であったことは、こういうことになったのは、制度上で言えば、こんなまさかということであったと思います。ただですね、これかねてからですね、そういう事業公演事業を応援するのか団体を応援するのかというのは、長い間のいろんな経緯でいろいろな広告が行われている、より厳格にしようと思ったら、その伝票を1枚ずつ全部チェックするというと、議論としてはですね、その公演事業はなんか文化庁がやってるような仕組みなんですね。まるで全部チェックすることということは、当事者もチェックしてやって報告したのを1枚ずつ全部チェックして、その分にお金を出すというと、膨大な、手間暇かかるという経緯があって、そして、その講演だけに着目するやり方がいいのか、トータルで、見るのがいいのか等々の議論は今までからもありました。そういう意味で、今の仕組みの中ではより厳格に帳票の提出とチェックをするというときに心がけて、二度と起こらないように取り組んでまいりますが、改めてこういう支援事業のあり方も もう一度検証したいというふうに思います。よろしいでしょうか。では、あれですけども、他の、他ですね、その
問で言うかけとしてはしない、その見送る方針ということなんですけれども、やはりこれ、騙されたということが非常にあるとすれば、やはり、そこは全然、人さんの方が本来ではないかと思います。まあ、お寺連盟に責任の明確化と対応を求めているところでありますので、その状況を見ながらですね、ここについてはまあやらないと決めたわけではないですが、まあ、検討等の一つであろうと、ただ、実際告発するということになると、いろんな証拠の部分をしっかり、立件に十分な証拠がいるとかですね、まあ、そういう関係もありますので、まあ、ちょっとこの今回の部分の対応を見て、対応はまた検討していきたいと思います。